想される風の時代初年度、いくつかある霊ライン参拝の中でも八方除けの寒川神社を参拝しました。ちょっと周りを散歩してから、いよいよ上池橋を渡ります。夫婦杉、なんだか造りや位置が明治神宮様ととても似ているなぁと思いました。方位盤と本天気があります。末社の宮山神社もパワースポットです。海に出ました。魚座新月後の浄化の春の海、ぜひここからはゆっくりと海をご覧ください。風の時代に色の波動で羽ばたく、開運するオンラインプログラム。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 See you next time.